グリフィンドール、はーい、ということでやっていきましょう。マッスル、どうも、ラルございます。マッスル。ということで、今回はですね、スマホ版にゃんこレセンスを、今回は、ほわかの方でやっていこうかなと思います。で、今回ですね、やっていく内容に関しては、マッスルになりてえな。こちら。今回は、海岸のチリネコキュブ、こちら、海岸のチビキモネコ襲来に挑戦していこうかなと思います。さあ、ということで、もう、神々全開でございますけれども、早速やっていこうかなと思いますよ。で、今回なんですけれども、このチボコッカ。で、今回ですね、まあ、ちびきもねこですね。まあ、襲来の方を挑戦していくわけなんですけれども、ちょっと今回はいろんな編成の方でですね、挑戦していこうかなと思います。まあ、基本的にはちょっとね、これで勝てんのかなみたいな、ちょっとね、ふざけた編成の方で挑戦していこうかなと思いますので、まあ、何戦かですね、ちょっと遊んでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、まずはこちらでございます。毎度恒例でございますね、一度しか攻撃できないキャラクターの編成の方でやっていこうかなと思います。なお今回もですね、まあ、ニャンコンボ全開の方でやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、ということで早速やってまいりますよ。じゃあ行きましょう。ひつじーん、まさあ、ということで、まず1回戦目でございます。果たして勝てるかどうかわかりませんけど、まあ、とりあえずやってみようかなと思いますけど、どうだろうね、いけるかな。とりあえず足止めができれば、よしよしよし、これで足止めしても意味ないんだけどね、とりあえず。倒さなきゃ話にはならないんだけれども、とりあえずお財布に余裕できないな、これ。ちょっと待ってよ。ドローン出したい、とりあえず。はい。で、とりあえずドローン出して、あー、待って、ゴロニャンはこれとは、とりあえず絶えず出してからとまずいんだよな。あー、よしよしよし。で、取り巻きはそんな出てこなかったんだっけ？どうなんだっけ？よし、とりあえずこれで、あー、オッケー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 。これ、あー、いいよいいよいいよ。いいよいいよ。一回ノックバックして、あー、いいぞいいぞいいぞ。これはでかいぞ。確か2回目のノックバックで多分さ、突破できるよね。多分。どうだまあいいや。今のところはまだちょっと光が見えると信じながらもやっていこうかなと思います。はい。で、とりあえずそうだね。よしよし、いいぞいいぞいいぞ。この調子この調子この調子。だだだ。もう一発、もう一発、とりあえず。いや、もう4体揃ってるよ。早くドローン出したいんだけどな。ちょっとこれまずいぞ。早くドローン出して、で、この3体に熱波がぶち込めればだいぶ変わるんじゃないのかな。どうなんだろう。ちょっとこれでやってみましょうか。じゃあ行きまーす。はい。さあ、こっからよ。ドローンちゃん、行っちゃって。これでぶち込め。おー、よしよしよし。1体倒れた。やってくれたぞ。あー、来た来た。2体倒したぞ。これでかくない？ 2 体倒したんだけれども、あと3体いるんだよな。あと3体。ああ、もう絶望的だよね。まあでもなんか、いい戦いできたんじゃないの？これは。ほらほらほら。まあまあまあ、まあこの編成でもここまで粘ることはできますよっていう感じのね、まあ証拠のね、動画じゃないのかなと思います。ああ、でもまだ頑張れ。まだ諦めんなよ。まだいけると信じる。まだ、あーでもお財布はだいぶ余裕あるんだけどね。まあこれが限界ではないのかな。よし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 、最後ドローでとりあえずこれで、あー熱波の位置が、まあ熱波の位置は何とも言いませんからね、これはね。2体倒したもののさらに倍になって出てくるっていうね、もう最悪な状況でございますけれども、はい、ということで、敗北でございます。まあ当たり前はな、はい、っていう感じでございます。じゃあまだまだちょっと遊んでいきよう。さあ、ということで、お次はこちらでございます。核戦の猫ムートだけでやっていこうかなと思います。まあ、これに関してはですね、以前ですね、ショート動画の方で上げたかなとは思うんですけれども、また改めてやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。参りましょう。さあ、ということで、2回戦目でございます。まあ、これに関しては多分勝てるんじゃないのかなと思います。もう動画の方でやってるからね。いや、これ本当はね、そう、実況でやりたかったんだよ。やりたかったんだけど、なぜかショート動画に上げるっていうね、わけわかんないことしましたけど、まあ、今回改めて実況で、
やっていきますので、よろしく。じゃあ行くよ。はい、さあこっからでございます。まああとはもう見守るだけなんだよね。この猫ムートさんがとりあえず暴れてる様子をただこれ眺めるだけなんで、なんとも言いませんけれどもね。さあまだまだ頑張ってくれ。あれ、これ大丈夫かな。あ、大丈夫だよね。よしよし、さあ OK。 まずは1体倒して、でもう1体倒しますと、はい、もう1本ぶち込ませ。よし、 OK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 。 さあこれを繰り返せば、あとはですね、あともう少しで城の方がたどり着きますので、まだまだ頑張ってほしいところでございます。 OK。 さあここまで来れば大丈夫じゃないですかね。はい、ということでございます。まあ覚醒の猫ミートだけでは、あ、だけではや、だけでもクリアできるところでございます。はい、あともう少しでございます。さあいけ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 、はい、ということでございます。2戦目の方は無事クリアでございます。最近すっげえこのさ、ゲームの広告見るんだけど、ちょっと気になるんだよね。これいつか実況やってみようかな。これちょっと面白そうなんだよね。まあとりあえずちょっと機会があったらやろうかなと思います。はい、タイトルなんだっけ。はい、ということでお次でラストでございます。最後はこちらでございますね。まあ久々にパーフェクトの方を使いたくなりましたので、ちょっとこのキャラクターですね、使ってやっていこうかなと思います。まあウェルダに関してはですね、まあニャンコンボなので、出すキャラクターはパーフェクトのみっていう感じでございます。もうプラスもね、マックスなんで、もうガチガチでございますよ。じゃあとりあえず使っていくよ。さあということで最後の戦いでございます。じゃあ早速ですね、出していきますよ。もうガン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 やっていきましょう。お財布大丈夫かな、これ結構ね、ちょっともうね、今のところ金欠だから、とりあえず早めに1体倒したいところではありますけども、早く早くノックバックしろ。この波動がちょっと厄介ではございますけども、でもどうかな、ちょっと、よしよしよし、早めに1体は突破したいんだよ。早めに、よしよしよし。さあこっからもあとひたすら出すだけだからね。で、あ、もうある程度数いればね、問題なくいけるのかなとは思うところではありますけど、よし、オッケー。さあこっからで、あととりあえずですね、まあこんな編成でやってみてくださいみたいなね、まあコメントの方がありましたらね、あのリクエストの方もね、随時受け付けて、おりますので、よろしくお願いします。まあここまで揃えば問題ないんじゃないですか。ほらの、だいぶパーフェクトの方が、ほらこれよ、もうパーフェクトもここまで揃えばもう余裕でしょう。もう、あー、これキャノンブレイクとかの方が良かったかな。あー、でもまあいいっしょ。もうここまで来れば、あははほらこれよということでございました。余裕でございます。はい、ということで今回はこちらでございます。海岸のちびキモネコ集団に挑戦いたしました。まあ今回はですね、まあ3通りの編成の方でですね、遊んでみましたけれども、まあ2編成はクリアできたんでよかったのかなと思います。まあまた随時ですね、まあいろんなステージの方をふざけた編成の方で挑戦していこうかなと思いますので、随時リクエストの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。